また新型コロナウイルス感染拡大の影響で全国高校総合体育大会インターハイが中止となった今、高校生へエールを送ろうとさまざまな取り組みが行われています。昨日はボクシングの村田諒太選手がオンラインで特別授業を行いました。ボクシング WBA 世界ミドル級王者でロンドンオリンピック金メダルの奈良県出身村田諒太選手、この取り組みは全国高校体育連盟などが企画したもので、この日はビデオ会議システムを使って村田選手が全国から集まったボクシング部の選手らおよそ40人と交流しました。この中で村田選手は自身の経験を踏まえながらインターハイという目標をなくした選手たちにエールを送りました。でこれが良かった悪かったっていうことは、そのなんだろう、後から判断できると思うんですよ。将来で何かをつかみ取った時に、あんな悔しい思いで俺は高校3年生のインターハイ出れなかったけど、だけどあんな悔しい思いしたから今の俺がいるんだと、もう未来を作っていくことを考えた方がいいのかなと思いますね。トップアスリートならではの言葉は、高校生アスリートが前を向くヒントになったようです。最初はインターハイいなくなったって聞いて本当に、ショック、これが一番大きいです。で、村田選手の話を聞いて、もうこのなかったことを将来につなげていきたいと思いました。